はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。今回の動画は私がガラスペンを好きになり始めた頃からずっと気になってたガラスペンをついにお迎えすることができましたので、その紹介となっております。それがはい、こちらの私のチャンネルではおなじみのパラグラスさんのガラスペンとなっていまして、中身の方ははいこちらですね。ということで今回紹介するのがこちらのパラグラスさんと古川志向さんのコラボガラスペンで、恋するガラスペンクリームソーダのブルーとなっております。めちゃくちゃ可愛い。それではまずこの恋するガラスペンクリームソーダについてなんですけど、初めて登場したのは少し前で、私が調べた感じだと2021年だったので2年くらい前ですね。文具女子博っていう文房具の大きいイベントがあるんですけど、そこで出展者さんのパラグラスさんと古川志向さんのブースがたまたま隣同士だったらしくて、その時に古川志向さんがパラグラスさんのガラスペンに一目惚れをして、一緒にコラボしませんかって相談したのがきっかけで誕生したのがこの恋するガラスペンみたいですね。ちなみに初登場した時は今回のこのブルーではなくて、こちらの私は持ってないので代わりに今画像を出してると思うんですけど、緑のクリームソーダとなっております。クリームソーダ自体が可愛くておしゃれで、最近めちゃくちゃ人気がありますよね。ちなみに今年の4月にも大阪で文具女子博が開催予定となっていまして、チケットの販売も始まっているので、気になった方はぜひ調べてみてください。私はすでにチケットも買いました。ただこのクリームソーダのガラスペンはコラボ商品ということで常に買えるわけではなくて、年に数回数量限定で販売されるものとなっております。それで今年も販売されたんですけど、まさかの今回は緑じゃなくて青色のクリームソーダでしたね。ということで恋するガラスペンについてはここまでで、ここからはガラスペン本体を詳しく見ていきたいと思います。それではまず全体はこんな感じで、とてもシンプルなデザインなんですけど、可愛らしさのあるガラスペンとなっていまして、長さは 15.5cm となっております。そしてペン先の方はこんな感じで、パラグラスさんらしい少しふっくらとした形となっていまして、ペン先の方は、はい、10本溝のペン先となっております。次に持ち手の部分はかなり薄めの青色となっていまして、軽くねじれているようなデザインとなっております。背景を白にしてみると、はい、こんな感じで青なのが分かりやすいですね。あ、光の影もかなり綺麗ですね。そして軸の方は色のついていないクリアのガラスでできていまして、こちらの台座の部分に関しては黒背景じゃないとちょっと分かりづらいんですけれども、うっすらと半透明の白っぽいガラスが使われています。最後にメインのクリームソーダはこんな感じですね。周りにクリアのガラスがあって、その内側に青のガラスがあるので、ちゃんとグラスにクリームソーダが入っている感じが再現されています。そしてその上にはクリームソーダということで丸いアイスクリームが乗っていまして、さらにおさくらんぼかな、こちらに赤いガラスがアクセントとしてワンポイントでついています。個人的にこのガラスペンの中で好きなところはこのクリームソーダなんですけれども、その中でもさらにこうやって下から見てみると、こうやってねクリームソーダの中から沈んでるアイスクリームが見えるところですね。クリームソーダということで透明のガラスを使ってるからこそ見える部分なので、こういう細かいこだわりがあるのがさすがパラグラスさんだなと思います。これでガラスペン本体の説明は以上なんですけど、パラグラスさんのガラスペンにはペンレストもついていまして、それがはいこちらですね。普段のパラグラスさんのペンレストはこちらでクリアなものとなっているんですけれども、今回のペンレストは白っぽいガラスが使われています。ちなみに置いてみると、よいしょと、はい、こんな感じでしっかりと置くことができます。それと一つ最初に紹介するのを忘れてまして、普段パラグラスさんのガラスペンを買うとこういう取扱説明書が一緒に入っているんですけれども、今回こちらは入っていなくて、代わりにこちらの古川志向さんのオリジナルの取扱説明書が入っていました。なので裏側にはこんな感じで古川志向さんらしい可愛らしいイラストがたくさん描かれていました。ちなみにパラグラスさんのガラスペンっていうのは
壊れても直せる範囲だと購入してから1年間は1回だけ無料で修理していただけるんですけど、この紙には購入日っていうのが書いてなかったんですよね。一応このガラスペンが届いた時に日付が入っている納品書もあったり、あとはメールの方で注文コードが載ってたので、そちらを見ればわかるとは思うんですけど、そのあたりは一緒に保管していた方がいいかもしれません。それでは説明が長くなりましたけれども、ここからは実際に今回のこちらの恋するガラスペンの方を使っていきたいと思います。はい、ということで今回はパラグラスさんと古川志向さんのコラボガラスペン、恋するガラスペンクリームソーダのブルーの紹介でした。
いかがでしたでしょうか。動画の最初にも言ったんですけど、昔からこのガラスペンがずっと気になってたので、今回お迎えできてめちゃくちゃ嬉しかったですね。デザインもすごい可愛いですし、パラグラスさんのガラスペンにしてはちょっと長めのものにはなるんですけれども、私は手が大きめなので、すごい持ちやすくて良かったですね。気になった方はぜひお迎えしてみてくださいと言いたいところなんですけれども、こちらのガラスペンは数量限定で先着でしか購入できなくて、今回私は運よくお迎えすることができたんですけど、実際はかなり難しいんじゃないかなと思います。最初に登場した緑のクリームソーダの方はそれで私も買うことができませんでした。現在決まっている次の購入できるタイミングとしては、今年の6月に古川志向さんのオンラインショップでまた販売されるみたいなので、欲しい方はぜひ頑張ってみてください。古川志向さんのツイッターをフォローしておくといいと思います。個人的にはまた来年とかに緑のクリームソーダも再販されたら嬉しいなぁと思っております。それでは最後にいつも通りガラスペンの洗浄をしてこの動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは普段からいろんなインクやガラスペンなどの文房具を紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。